JR 貨物 Z54A 型コンテナは日本貨物鉄道が保有する31フィート有害コンテナである。席は食用となっている。形式の数字 V54 はコンテナの溶石をもとに決定される。このコンテナ溶石54立方メートルの算出は厳密には波数を四捨五入計算のために 内容十53.5立方メートルマイナス54.4立方メートルの間に属するコンテナが対象となる M250 軽電車に本来は乗せる U54A 型3万番台の代わりに乗せて走行試験を行うために2003に製作された。ただし、庫内に通常は試験用の機器類は常備されてはいないが場合によっては試験輸送時に庫内へ積載している。 おもりの監視と測定用にカメラや各種センサー付き機器類及び電源用のバッテリーなどを臨時的に設置する場合もある。全高千六百四十一ミリメートル、全長九千四百十ミリメートル、総重量十一点五トン、次長点五トン、内容積五十三点九立方メートルの仕様となっており、これは私有コンテナの U54A 型三万番台と同じ大きさ。 重量である。これらの仕様により、全行及び全長が規格外規模のために旧式仕様車で、もともと車高が高かった古希5万系列の貨車が全廃になるまでは、旧式貨車へ積載することは一切できなかった。また、規格外仕様のために規制値を超えた部位を表す4個の三角マークをひし形状に組み合わせた、通称ハローマークと呼ばれている表記はあるものの、 30フィート級コンテナの本体番号に共通して付与される3万番台の付与はなく小型コンテナと同様に例番台での表示が特徴的となっている外観は青紫色一色地にスーパーアールカーゴと JRF のロゴが入っている多形式とは異なり得意な付与がなされている個人画像サイトコンテナの絵本内31フィート試験測定用コンテナ項目を 参照、ありがとうございます。